一の一 but you need the mushrooms。 一の一だけど、キノコが必要って、ちょっと待って、何これ、どうすんのこれ、まさか食らいながらずっと行くのか、こうやって食らいながらキノコをゲットして、うわむずこれ、むず、あ、ここにある、あるあるあるけど、あーあるねあるね、うわちょっと待ってこれ、あーいやこれは難しそうだぞ、いけるか、よいしょ、 OK、 こうやって OK、 こんな感じだね、 OK、 いけたいけた、ここでキノコをゲットして、こうだ、こんな感じだ、でここでイチャップイチャップイチャップ、どこだっけ、いやでもこれ発想面白いね、すごい、よいしょよいしょ、さあここで、キノコをまた取ってから、さあイチャップ、ここ、ここ、あったあった、イチャップのところにキノコあるんだね、で次はフラワーの場所か、いやこれ発想すごい面白いな、なんかこの後ちょっと怖いぞ怖いぞ、やってみなきゃ分かんないけど、よいしょよいしょよいしょ、待って、やっちゃった、うわぁ、あぁ、ここ、よし、うわぁ、6マス、こう、うわ、ほい、ほい、いやぁ、よいしょ、よいしょ、来た、よしよしよし、ナイスナイス、こうして、OK、OK、まずここで一回落ち着こう、一回落ち着いて、これどっちから行けばいいかな、これ、怖いな、どっちから行くにしても怖いな、まあ、行ってみるか、行かなきゃわかんないもんね、よいしょ、ここかい、いけたー、そしてさあ戻ってくるよ、でもってこうだ、こうして、でこう、こう、うわむずー、オッケー、これでよいしょ、さあ次はここでこうだ、こうして、で急いで急いでこっち行く、次は次どこ、次どこ、ここか、こうしてこう、オッケー、いいぞ、ここで一回落ち着こう、一回落ち着いて、いやこれクリアしたいけどな、次どこだろう、こわ、やってみるしかないか、ほい、あった、うわむず、どうすんのこれ、ほい、キノコ、キノコ危ない、どうすんのこれ、どうすんの、時間が、どうすんの、どこどこ、間に合わんだろこんなの、あー急げ急げ、ジャンプ、ガーすぐジャンプ来い、いやーこれは完璧、これは絶対、でしょ、はい、で急いで急い急ぐ、きつい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 、あー来た来た、これは来てる、あバカ時間が、あーこれだと時間がない、時間が時間が時間が、よし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 、でもってここの間からうまく降りて、あこれはいける、これはいけるでしょ、これはいける、なんよいしょ、 OK、 いいぞ、ここまで来たぞ、でもう一気に行こう、一気に、よいしょ、さあここで取ってからの来い、よし来た来たでしょ、これこれ来たでしょ、これは来たでしょ、どう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 、ここあーこれここで食らっちゃダメなんじゃないの、これここで食らっちゃダメなんじゃないか、これいけるか、あーダメだ、さあそれでは、針だらけの一日やっていきましょう、よいしょっと、ほい、あこれ間に合うかな、いけるか、これいけるか、いけるか、いけた、よし、ここがいけたらまだ間に合うんだよね、ちょっと持って、はい、これは完璧、ほい、これは来たでしょ、これはいけるでしょ、ほい来た、よし、でもってよいしょ、こっちに飛んでからの小ジャンプして、ここで上通る、でも一気に行こう、一気に一気に行こう、 OK、 でここでポン、 OK、 出してからの、ここす空中で取って、うわーこれダメっぽいなー、あ来た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 わ、いけた、やった、これ来たでしょ、これあとちょっと集中して集中して、もうゴールだよね、だってこれゴールだよね、はい、ゴールだ、やったやったやったー、よかったうわー20分ぐらいかかったけど、なんとかいけたわー、これでクリアと、いやでもこれ発想面白かったね、こうあえてダメージを絶対食らいながらクリアするっていうコース、一日バッドユニザマッシュルームス、キノコをどんどん食べてクリアするコース、いやキノコじゃなくてフラワー入れてくれたら楽勝だったのに、はい、ということで皆さんもよければ遊んでみてください。ファイアブロスとアチチオカ、ファイアブロス、ファイアブロスってさ、3D ワールドしかいないはずだよね、だよね、これ、あ、これちょっと待って、これこれこれファイアブロスかなこれ多分ファイアブロスだよね、あ、確かにちょっと気持ちはわからんでもない、あ、ちゃんとしかもジャンプするじゃん、ちゃんと音符がやってきて定期的にちゃんとジャンプする、ここでピョイーンと、ほらすごいクオリティ高いぞ、クオリティが高い、よいしょ、なるほどね、あ、やばい、ファイヤーを打ってくるけど、で時たまジャンプして、
いや、いいなぁ。この再現の仕方すごいいいなぁ。はい、カロンちゃん踏んで、この辺は、危ない。危ない。よし。これは、こっちでコインを取って、この上はいけない？あ、いける。いけたじゃん。上はいけるけど、でも特に得点がないから、こっち戻って、ここを開く。あー、キノコをまた取る。ほい。さあ、こっち、危ない。ファイヤーブロスをかわしていって、これ何？これは何だ？これは何なんだ、一体。こいつは？これ上はいけないよな、多分。いけないよね。じゃあ下に入っていく。さあ、中間をもらえて、キノコまたゲット。ファイヤーブロスのファイヤーをうまいことかわして、あーかわせたと思ったのに、こっち。これ待って、問題。よし。さあ、逃げて。大丈夫か、これ大丈夫か。よし。こいつなんだ、一体、この花ちゃんは。これ、あー危ない。よし。ここ、今です。来た。よし。からの、かき棒2体踏んで、キノコゲット。でもって、クリボーちゃん踏んでしまって、こっちに行くか、危ない。なるほどね。確かにファイヤーっぽく見えるのは見えるね。あとなんかこのコースの作り自体が、普通に綺麗だね、綺麗。パンチ系とかもなんかうまく使って、とても綺麗。あ、やった！やっとゲットできた！何これ早速失ってしまったんだけど。これ耐久だね、耐久か。さあ、どんどんこうファイヤーを打ってくるから、それをうまいこと避けろと、多分そういうことだよね。あと1回あと2回あと1回かな。うおー待って、キノコあ、キノコがあれば優しい。あー、キノコください。危ない。よかった、ギリギリ。さあ、これでウィンド。あとはもうクリアするって感じですかね。よかった、コインをゲットして、最後はファイヤーじゃなくてコインを打ってくれて終わりと。いや、いいね。面白いね。こう、パーツがないとき、特にマリオメーカー1っていうのは今までに比べて、今のマリオメーカー2に比べてパーツがだいぶ少ないんで、こう、いろんな別の敵を使いながら原作再現っていうのを結構してたんですよね。だからそういうのをなんか思い出しましたね。はい。ということで、ファイヤーブロスとアチチオカ、皆さんもよければやってみてください。それでは、また次回の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。